元 AKB48 でタレントの板野智美が19日、日本テレビ系のバラエティ番組、行列のできる法律相談所に出演し、同じく元 AKB だった前田敦子がセンターだったことに納得がいかなかったことを明かした。番組では、本音を言えば大嫌い。いヤーナーの人と今夜決着をつけますと、大し、MC の東野幸治がいたのに、そういう人はいましたか と、質問。いたのは、ライバルが、誰とかはないけど、みんながライバルだったから、競争してる感じはあったと、グループに在籍していた当時を振り返った。東野から、センターで歌いたいというのはあった。と、聞かれると、デビュー当時はあった。あつこが、センターになるって聞いて、二重鍵かっこ、なんであつこがセンターなんだろう、二重鍵かっこ閉じるって思った。それを、 態度に出しちゃうと話し、前田がセンターに選ばれたことに簡単に納得がいかなかった心情を語った。いたのはまた、初めの頃はみんな中学生だったけど、だんだんみんな大人になって、点て点んてんてんと話し、時間の経過とともに考え方も変わっていったことを明かした。放送後、いたのはツイッターで、前田とは、 今でもめちゃ仲良しですよーと心配したファンに呟いた。昨日もカラオケ行ったし、厚子大好きと現在は仲良しであることを訴えた。